実績で勝負。赤羽さんを深掘りするよ。新人議員の時に阪神・淡路大震災に遭遇して、私自身も住んでるマンションが大規模半壊で、大家さんが潰れたっていうこともマンション受け渡さざるを得なくて、住む家を失った中で40万世帯の人が家を失った阪神大震災でしたから、その復旧復興っていうのも大変凄まじい時間のかかるものでありましたし、新人でできることはということで、毎日毎日被災者の皆さんの心に足を運んで、要望や苦情を聞きながら、1回に行けるようになっても週末は戻ってきて仮設住宅周りをずっとしていて、それはもう大変苦しい仕事だったんですけどね。それはまあでも自分にとって、政治家赤羽一嘉にとってはすごく武者修行というか、本当に公明党の議員として現場第一主義で小さな声を聞く力っていうのが試された、一番力が養われた復旧復興だったなと思います。